ドライブスピン。ああうまい。今日は杉の原に来てます。マナティーチェスチェスです。どうですか今シーズンの杉の原は。楽しいっすよ。雪もっと降ってほしいですね。なるほど、うん、雪もっと降ってほしいそうなんで、皆さん雪の方お願いします。今日はねグラトリのハウツーです。杉の原といえばパークが有名なんですけど、危険なので。そうだね、危ない、危ないんで、はい、グラトリをしようよと。ね、まあ後でパークの動画も撮ろうかなと思ってるんですけど、ドライブスピン。お、ドライブスピンよ。ドライブ、うん、ドライブスピンです。まだでできる。まあできるっしょ。ちょっと一回俺やるわ。ちょっとパウダーすぎて。そうだね、こうやって。うん、まあこれ結構ねリクエストがあったんですよ。ドライブスピンやりてえよと、はい、のやり方と、あとこれを使った応用技みたいなのをやりてえなって、はい、マナティできんの。ちょっとやってみていい。うん、あんまイメージないんだけど。あれでしょ、ジャッってやった最初。ジャッってやってスイッてやんだけど、結構ね方法が結構いろいろあるんだよね。あ、そうだね。うん、うー、ジャッ、おー、はい、それっすね。それっす、かったです。多分今のは A パターンっす。なんかよくあるやつでしょ。うん、2パターンあって、ちょっとやってみるわ。よくありがちなやつは立ってて、うん、重心位置がスイッて入れ替わるやつなんですよ。2ローンでみたいな。なるほどなるほど。これパークの中なんかプレスじゃないけど、そうスイッて体がね、体が遅れてくるパターン。2パターンって、はいはい、なんかそっちの方がちょっとグラトリっぽくかっこいいだね。やり方はまずワンローテのやつ、うん、ちょっと飛んだ方がいい最初は。へー、飛んで空中でこのねじれた形を作るみたいな。あー、はい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 、こういう感じ。なるほどね。飛んで飛んで、うん、ぐるぐるぐるって、はいはい、あー、わかりやすい。で、それをもう飛ばずにグンって反力だけで、うん、行っちゃうと、うん、雪詰まってる。はいはいはい。最初にはい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 、そこから上半身をローテを振り込む。うん、なるほどね。180まではちょっとこうノーズ軸気味でいくけど、そうだね、うん、このまま行って、うん、そっからテールに乗せ替えるみたいな。それをおなるほどね。それがツール。あ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。うん、さすが何でもコピーマン。ああ、なんかノーズに乗ってやるのがむずいよね。最初のその。そういう感じ、そういう感じ。極端に乗せ替えを見せるとそういう感じだね。ね、あとドライブを使って今度ちょっと応用なんやけど、うん、一回回転止めてみる。どういうことだ？はい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 。今何やったかっていうと、ドライブする前さ、頂点近くでこう行くやん、うん、この形が、うん、で、一回くぐって込めたんだよ、うん、大きさになって最初の印の形を最後の終わりにもう一回作るんだ。で、そっからもう一回パパと入れてみる。なるほどね、なるほどね。ツーローテのドライブができるとできる、うん、いいね、いいね。やってみる。いい。何しっくりこないでしょ、うん、で、フロントテールで止めた時に、うん、進行方向に出して板真横に止めるやけど、うん、ちょっとね、ちょっと落とし気味に止めた方がいいと思う。真横っていうよりも若干ノーズが向こうぐらいで止めるイメージ。むずいっしょ、あれと思う。真横まで行っちゃうと回しすぎ。2-7って感じ。2-7。あ、そういう感じ。あ、そうそういう感じ。めっちゃいい。それをなんか滑らかにやると連続でいける。
ちょっと3連やってみて。3連ね。3連ドライブ。最後いなくなるよね。3連やったことね。3連コンボ。あ、あ、三連むずいね。流れ良かったね。でも今良かったのに。あともう一個ね、うん、応用。最後に弾く。あ、どこでもいいんだけど、右足左足どっちでもいいんだけど、540でマナティだったら左足かな。うん、キャブみたいな感じ。おお、そう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 、すげえ。それやるとちょっとコンボっぽくなるから。そうだね、かっこいいかも。で、回転の勢いもついてるし、楽に。うん、やりやすい。もう一個のさ、ドライバーある。ハンディドライブ。リボットって一歩踏み込んでからぐるぐる。ああ、こっちの方がやりやすそうだね。こっちの方が多分簡単だ。勢いは。なんか板をプロペラ状にすれば勝手に回る。その踏み込んだ後。そういう感じ。おお、いい。なんかこれのコンボがあるね。コンボ最初、うん、ああうまい、うまい、うまい。ラスカルコンボっていう古から伝わる技があるあれですね、ラスカルナインっていう。ラスカルナインというね、大先輩方がやったやつ。目回るよ。コンビ合計ね、3回転半ぐらい。これは多分秀逸なローム姿勢コンビだな。これむずいんだって。なんか頭わけわかんなくなるんだよ。自分が今ね、何回転してるのかわかんなくなる。そうなんだよ。コンパス3からもうすでにアンディに入ってられたんだよね。で、あ、今のアンディドライブ。ドライブからアンディ。そう、アンディスピン。はい、まずコンパス3からアンディドライブからのアンディスピン。一瞬よかった。一瞬よかった。iPhone が落ちた。iPhone が落ちた。スニーキーズ。iPhone が落ちました。チャックは皆さんね、滑る前にチャックチェックしてください。チャックチェック。じゃあ俺もう一回やっていい？めっちゃ上手かった。いや俺も苦手なんだけど、たまたまできた。いくよ。今のは回りすぎた。ドライブで。ドライブ。ああうまいうまいうまい。うまい。よかったんじゃない？うん、めっちゃよかった。アンディドライブした後すぐ弾きに行く感じだねこれ。そっからドライブスピン。わあ回りすぎた。回りすぎた。どこかわかんなくなるんだよね。半回転多いんだね。そう、もう半回転いっちゃうともう2回転目行くしかないみたいな。そのまま。おいったいった、強引にいったよ。今強引じゃん。めちゃくちゃぎこいな流れがね。ああとね、ドライブスピンをひっくり返すのもあった。ひっくり返す。あーあー無理。ヒールでガッて止めるんだよ。あーなるほどね。はい、はい、あー難しい。ヒールでガッて止めて、キュウの高いって逆方向。そうそうそう、わかる。その手がね、手がうわーってなる気持ちわかる。あー無理だ。ちょっと待ってね、これこっちから入る、メインから入る。あーうまい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 。今でもスムーズだった。うん。あー止める場所間違えたら逆位置食らうね。そうだね。まあこの技はすごく難しいってことですね。はい、両手向けあと、あ、俺よくやるやつでカービング挟むやつ。あ、ちょっとリバースターンいいね。そうそうそう、リバースターンで抜けて。うまい。これは簡単だよね。そうだね。
でもこれ超おしゃれだね今、うん、そう あと、うん、こう止まってて、うん、今から滑り出しますみたいな時にこうスッていくのよりも、うん、ちょっとこうさなんかさあそれねちょっと生きった発信の仕方、うん、と生きり発信じゃあそろそろ行こっか行く、うんこれ決まんなかったら超ダサいなめちゃくちゃダサいなはい、テイク2行きましょうテイク2よし行くやつだぞあー行こう行こうぎっこいぎっこいスピードないとむずいわこれ意外と難しいのかもしれない、ねうん、意外と難しい生きるの、まあ、こっち向いてやるうん、こっち向いてそろそろ行こっかでそれやったらウケるまあそんな感じかな最後にいろいろ見せてやってくださいよ3連ドライブやっちゃうからやっちゃう3連ドライブ絶対大変だよあでも逆にそっからアンディドライブとかもいいかもいや回し込んだね今回し込んだねかっこよさ度外視するなら、うんドライブするときにバウンド見た方が実感ですよへぇあ、はいはいはい、あそれもかっこいいねおぉなるほどね水平に回すとね、うん、すげえ楽なんだけど、うん、マナティのスタイル的に目線を上げてるとなんか俺的にあんまかっこよくないんじゃないかなプロペラみたいにおぉなんかね、真後ろ見るイメージなんかごめんドライブの洗礼ですねそうドライブの洗礼です、はい、練習してるとよく起こりますドライブね、結構グラトの基本技というかまあ持ってると結構いろいろ使えるぞっていうのなんかリカバリーとかもこれ効きそうだねあ、そうだねなんか、やべこれ着地ずれるって思ったら、うん、そっからドライブして、うん、いやドライブしたんですけどみたいな感じで見せるのもある、ねうん、俺よくやるからそれ皆さんぜひやってみてください、はい、ありがとうございました杉の原にも来てみてください来てみてください